みちゃまです。受験前日に何を勉強すればいいかわからない、心がドキドキしてなかなか眠れない、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は高校受験前日に絶対にやってはいけないことという話をしたいと思います。高校受験の1週間前と、前日、これですね、実は似ているようで過ごし方全然違います。で、今から言うことをやっていたとしたら、これ受験の合格率ね、下がります。なので今から言う内容絶対にやらないでください。で、今回の動画の最後に、じゃあ前日どのように過ごせば一番合格率が上がるのか、こういったお話もしたいと思います。これ知ってるかどうかで本当に受験の合格率ってかなり変わってくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。またお父さんお母さんたち、ぜひ今日の内容をお子さんに伝えていただければ嬉しく思います。そしたら親子でね、一緒に受験に合格できれば親子の仲も深まると思うので、ぜひね、そういった形で活用していただければと思います。ではまず最初にですね、新しい勉強はするなっていう話からしたいと思います。一番やってはいけない勉強のね、一つに何かというと、これ新しい勉強です。例えばじゃあ連立方程式、これをね、今までねやる時間がなかったとします。で、連立方程式と聞くと、ね、テスト出そうな感じがしますよね。今までやってなかったから、せめて前日にちょっとだけでも連立方程式覚えておこうと思って勉強する子たまにいるんですが、これ絶対にいけません。なぜかというと、勉強というのは前日に1日ちょっと覚えただけで当日使えるようになるものではないからです。勉強の基本というのはね、このチャンネルでも再三お話ししているように繰り返すことなんですよね。もうどれだけ少なくても3回、できれば5回ぐらい繰り返さないと知識には残りません。なので前日に新しい勉強を新たに入れるってことは、これ絶対にやめてください。1週間前ぐらいからだったら、ここはね、一気にまだギアを踏めるタイミングなので、例えばね、じゃあ数学の連立方程式やってなかったと、どうしようどうしようってことで、じゃあ1週間前からね、勉強し始めて、1週間前、5日前、3日前、前日っていう風にやったら、合計、4回は、繰り返せますよね。そしたら当日使えると思うんですけど、前日に1回やっただけではこれ全く使えないので、これはね、注意してください。じゃあ次、2つ目。これ何かというと、過去問や予想問題です。これもね、絶対やらないようにしてください。というのも、過去問を解くこと、これはね、このチャンネルでも再三大事なことだよっていうのをお話ししてきました。なので、1ヶ月前、受験の1ヶ月ぐらい前に過去問を解くのは非常に効果的な勉強です。1週間前、ギリギリ1週間前だったらこれもやっちゃっていいと思います。ただ、前日に過去問をやってですよ、もし点数取れなかったらこれどういう気持ちになりますか？おそらく、やばい、明日も多分できない、どうしよう、私落ちるかもって気持ちになりますよね。これが受験の合否を一番下げてしまうんです。だから前日っていうのは絶対に過去問、これ解かないようにしてください。あとは予想問題、これもね、本屋さんとか行くと売られていると思うんですが、これもね、絶対前日解かないでください。なんか予想問題ってね、実際当日出るのとは全く違う問題なんですが、これも解けなかったら、なんか知らないですけど当日解けないような気がしちゃうんですね。この気持ちのブレ、これが本当に受験の合否を下げてしまうので、前日は絶対予想問題や過去問は解かない、これは意識しておいていただければと思います。はい、次に3つ目、これ何かというと、友達と遊ぶことです。今のようなお話をするとですね、こう考える子がいます。あ、道山先生、じゃあもう前日はね、そこまで勉強せず遊べばいいんですかみたいな、これね、絶対にやめてください。なぜかというと、例えばね、この大体受験シーズンって1月から3月ぐらいですよね。これは中学生だろうが高校生だろうが、全部同じだと思います。で、このシーズンっていうのはもう必ず風邪とかインフルエンザって流行ってるんです。で、例えばですよ、じゃあ友達がインフルエンザ持ってたとします。で、そこで遊んだ時に移ってしまったら、これどうなるでしょうか。おそらく一生その友達のことを恨みますよね。で、これ逆もあると思います。自分がたまたま風邪を持っていて友達に移してしまったら、その友達が万が一受験に落ちたら、これね、もう友達関係切れちゃうと思います。だから絶対に、前日もできればもう1週間ぐらい前からはですね、基本的には遊びに行かない、この方が友達関係も良好になりますし、合格率っていうのは上がるかなと思います。じゃあ次、これ番外編なんですが、じゃあ理想的な過ごし方、これどういうのが理想なのか、これもね、最後にお話ししておきたいと思います。基本的にはですね、だいたい1時間から2時間ぐらいだけ勉強した方がいいと思います。っていうのは、全く勉強しないっていうのも、これはまたね、脳みそのこの回転がね、ちょっと悪くなっちゃうんで、多少勉強した方がいいと思います。じゃあどういう勉強すればいいのかというと、基本的にはですね、今までやってきたことの復習、これをやるのがいいと思います。例えば、
このチャンネル見てる子たちだったらですね、まとめノート、ここにですね、自分の苦手なものをね、こう、ちょこ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 まとめてきていると思います。この場合はこのノートをね、パラ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 見てもう一回復習するとか、あとは英単語とか漢字、これもコツ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 覚えてきていると思うので、これらのね、脳の中でなかなかまだ覚えられていないものをもう一回復習するとか、こんな感じで1、2時間ぐらい使ってください。で、その後は早めにご飯を食べて、早めにお風呂に入って、で、早めに、布団の中に入る。こうやっていってね、早めに寝るっていうのが一番理想です。で、この時に、やっぱりね、前日なのでちょっとね、気持ちが高ぶって寝られないって子もいると思います。で、この時はどういう方法を使うか人にもよると思うんですけど、まあ一つおすすめの方法としてはですね、温かい、ミルク、まあ牛乳ですよね。これを飲むと結構ね、寝やすくなるって子はいます。まあこれはね、前日だけじゃなくて、ちょっと前に一回試してみてください。で、実際効果があったら前日もそれやるといいかと思います。で、あとは、まあ、カモミールティーとかね、これもカフェインが入っていないので、結構ね、睡魔をね、催すのでいいかなっていうふうに言われております。で、あと、それでも寝られなかったら、まあ、布団の中でね、絶対スマホは触らないようにしてくださいね。スマホはブルーライトでね、逆にね、目が覚めてしまうので、これは良くないです。で、代わりに布団の中で、例えば単語カードちょっと見たりとか、ちょっとしたね、勉強の復習とかすると、まあ、自然に眠くなるのでね、そういった過ごし方がいいのかなと思います。はい、ということで今回は受験前日に絶対にやってはいけないことというお話をしました。このチャンネルではね、いろいろ受験のね、対策をお話ししてきましたが、もしね、お父さんお母さんたち、もしこのチャンネルをね、ご覧いただいていて、まあ、弟さん妹さんがね、今後いると、で、そのね、受験生をね、今後もサポートしていきたいという場合は、僕のね、この勉強理論についてはですね、7日間で成績アップ無料講座、この動画の右上からチェックできます。こちらで詳しくお話ししております。もしまで読まれていなかったら、こちらチェックしてみてください。あとですね、僕が出したね、書籍ですね、中学生の勉強大全、こちらでもね、かなり詳しくお話ししておりますので、まあ、もし興味があったら、詳細欄から本チェックしていただけると嬉しく思います。